はい、今回のスタート地点はですね、谷山ステーション なんかすごいすぐに帰っちゃらせんですかね。谷山駅ですね。今日はね、5月の3日、もう連休のど真ん中もど真ん中ですよ。それでね、時刻はね、9時20分、横天気ですよ。ちょっと待ってさね、信号で行けるかな。ああ、止まるな。前ですがね。はい。ですね、この前、4月の30日にはね、国分まで行ったんですよ。それで、今日5月の3日の朝にあげたのが、動画です、動画。どこからやったっけ？どっかからですね。あ、じゃったやった。高山公園。あそこから、重富海岸まで行った動画を上げたんですよ。本当はね、その前にね、2つぐらい。あったんだけど、そのうちのね、2つをね、編集して あげる段になってからですよ、ちょっと編集点を間違えててですね、うまくいってないところがあったもんですから、それをやり直して、ほんで、そのやり直した分の1つをですね、今日の夕方、5月3日の夕方に、アップするように、時間指定ができるんですよ。で、それをね、指摘してね、今出てきたところ。今日はですね、あそこに行きます。知覧経由でですね、枕崎方面に行きます。どこまで行けるかはですね、その時のあれ次第ですね。で、時間をですね、4時半ぐらいまでかな。それ以上するとですね、ちょっとね、やっぱりほら、5月の初めとはいえですよ、まだ日の入りがね、こんまいやつやったっけ、昨日、おとといか見たときはですね、6時55分だったと思います。その日はね、ちょっとね、雲が多くてですよ、だから太陽に黄色みが帯びてくるのがちょっと早かったんですけどもね。まあね、あれですよ、YouTube をこう上げる、そしてその時、その日の編集をする、そういう時にですね、今までほら、太陽が見えてる、見えてないっていうあれだったんですけどね、やっぱりね、太陽のね、勢いって言うんですかね。あ、ちょっと待ってくださいね。これでいいのっけ？ 今、何を、ちょっとあれしたかっていうとですね、マイクですよ。マイクを、多分ね、今日のね、声はね、割とはっきり聞こえてると思うんですよ。っていうのはですね、今までは、この何け IC レコーダーをですね、サンバイザーのところにやってて、だいたいサンバイザーって普通はほら水平にやってるじゃないですか。ですからサンバイザーに挟み込んだ IC レコーダーっていうのは、私のですね、額からちょっと上を見てたんですよ。ですからね、何かの勢いでですね、そのサンバイザーをパッと上に上げた時がですね、もうピンタン上ですよ、頭の上、てっぺん、それぐらいなもんですからね、外のというか、今の、右側を前と後ろはこう5セン、今日は8センチぐらいですね、開けてるんだけど、周りのね、走行音に負けてですよ、この私の美しい声がですね、聞き取りにくいっていうのがあってですよ。いや、私がほら、この自分でこう、私の場合はイヤホンでいつもこう聞くんですけども、
その他にですね、音声が、何ですかね、波形で見えるんですよ。で、綺麗に撮れてる時は、その声の部分だけがこう太なったり、米なったり、こう、分かりますよね。大きくなったり小さくなったりして、こう分離がいいんですけど、次の瞬間は右行きますからね。あれが、雑音が多い時はですね、その途切れがないんですよ。要するにこう雑音の中に私のこの声がこう埋まってるという感じがして、そうするとね、大体ほら私の話っていうのは内容がはっきりせんでしょう。仕事術語とかそういうのがあんまりなかったりですね、文法的には間違えてるという、それを文章にするともう全部ペケが入るみたいな感じなの。の上に聞き取りにくいってなると最悪だがと思ってですね、昨日ちょっとした工夫なんですけどね、要するになるべく私の口元を向くようにというふうにしてたんだけど、そう IC レコードがしちゃうて、落ちてきやせんとかいと思ってですよ。ということでしたよ。それでですね、まあほら普通は産業道路をパーってこう走っていけば早いんだけど、それじゃあんま面白くないですからね。だからね、ここは225号線になったのかな。ここあたりをですね、ゆたーっと流しながらですよ、走ろうかなと思ってます。それとですね、まあこれからもうちょっと行くと、今信号が青になったでしょう。3級があるんですよ。3級、太陽、鹿児島には太陽っていう大きなあれがあるんですけど、チェーンのスーパーがです。これもあれですから、ちょっとここ左行きましたね。今ね、ここはね、9時27分なんだけど、あれはオープンはね、あれです、ほら、オープン前に並んでらっしゃいますね。やっぱり人気があるんですよ、ほら、こう、サンキュー。ほんで、あれです。こういうとこをね、通ってですよ。もう、きゃ、さ、あの、あそこの、ないっけ、駐車場は、走らずに、この周りをちょっとぐるーっと回りたいんだけど、ここは行けんな、ちょっとけ。あ、ここですね。ここをこう通ってですね。もう朝からまぐれるわけにいかんですからね。いや、これぐらいのところは、いわゆる人ん芸に入ることはないと思うんだけど。ちょっと待ってくださいね。ここはあそこに出る道だと思うんだけど、一つ向こうに出てしまいましたね。まあ生活道路というとこですね。なんか今ね、マイクにね、ガサッちゃった 音がしたと思う。いや、IC レコーダーがですね、私よりは、あれですよ、安全運転に心がけてますからね、カーブではですね、顔をね、こう、パッとこう、覗かせたりするんです。ここでいいんだ。初めて通りますよ、この道は。ねえ、本当に通る道はもうずっと通るけど、通らん道は一生通らないっちゅうのがね、結構ありますからね。ちょっと待ってくださいよ。ちょうどね、左側、ここはまた小学校ですね。はい、225号線。今日はですね、だからさ、あのさ、だからはいりませんね。
5月の3日ですから、連休中はね、なっけ、動物園ですよ。あそこはですね、ここに書いてありますね、ほら、今言うしたところに書いてありましたよ。要するに、そこの動物園は事前申し込みがないとダメ、そのチケットがないとですね、はい、がならんとですよ、つって、こんまいありましたがよ、って。だからここをまっすぐ行けば、もしかすると、朝早く動物園に行かれる人なんかのね、で混んでるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ今のところは混んでませんね。混むようだったらすぐ左にあれしますよ、産業道路側に出ますけどね。まあ怖いもの見たさ 怖くはないけども、やじ馬根性ですよ。どれぐらいあれかなと。ちなみにね、去年のね、今頃はですね、すげえ天気悪かったんですよ。それで、その日はね、確か、おまかせテレビ走ってると思いますよ。そしたら、本降りの中ですね、やっぱりガードマンの方が、警備員の方があっちこっち立ってらっしゃるわけですよ。ほんで、何をあれされてるかっていうと、事前申し込みの予約通知を受け取ったその、まあはがきかなんか分からんけども、それがないと入れませんっていうふうに、ここにも看板がありましたね。5月の8日までらしいですけど、そう待ってらっしゃるんですけどもね、もう雨が降ってですよ。まあ、暮らしかしょもながらですね、走りましたけど、今日はご覧のようにですね、よか天気、よか天気ですよ。ああ、まだだ。まだまだ混んでない。動物園何時からですかね。9時か9時半か。だと思うんですけどもね。ちょっと待ってください。ずーっと向こうを見ていますからね。まあそこまで行こうかな。影払って。ですね。あ、じゃったやった。この前ですね。もうすぐ、あれが、なんけ。南日本自動車学校っていうのがあるんですけどもね。ここはですよ、もう何度も走るんですね、この横にですね、ここですよ、ここですよ、ですよ、ここですね、このほら、この道があるっちゅうの今まで気づかんかったんですよ。おいで、この前、反対側から、指宿側からですね、ここをね、来てですよ、ここに来てですね、ないよし。前がでくらよっていう感じでですね。そしたらですね、私のリスナーさんがですね、今朝ですよ。今朝、見たんだけど、笑うっていう字があるでしょ。最初のところに笑いがパタパタっていうか、笑いっていう感じがあってですよ。ここが回れるって知らなかったんですね、おまかせさんは、みたいな、ありがとう。ですよ、本当に。いや、今朝そのコメントをそこに書いてからね、今日は、知覧枕崎方向に行きますっていうのを書いてくるつもりだったけど、ちょっとですね、別の、意見視点早めに上げたかった動画を、のアップ作業にですね、あれを。ちょっと時間かかって、もうパー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 ってしたつもりだったんだけど、右行きますからね。で、その時、もうパソコンをもう消してしまってからですね、腹ちゃったって思った時はもう、あれですよ、もう。中山バイパスを抜けてましたからね。
まあ、そういうようなことですよ。だけど、あれですよね、考えてみりゃね、一粒で二度おいしいっちゅうんですか、あれ？考えてみりゃあれですね、今のところは太陽の横ですね。太陽。ああ、そうか。それとですね、今日はずっとこう、さっき言ったみたいに枕崎方面まで行くんですけど、20分、一つの動画が20分ぐらいだったら、もう山の中やろうがどこやろうが、一応「はい、この辺りでお開きです」って言いますからね。でないとですね、次のなんかこう、なんかな、分かりやすいところまでってするとですね、もう30分ぐらいになる時があるんですよ。そうすると、私のね、喋りがね、緊張感がなくなるんです。わかりますよね。ネタがないんですよ。それで、水増し、カルピスで言うたら、いや、こういうのはカルピスが飲んがで食いか、お前や、って言われるぐらいの感じなんですよ。ですからね、ほんで、今なんでその、今のこの20分になったかの話になったかというとですね、さっき太陽出てきの横を通った時がですね、16分ぐらいだったんですよ。ですからね、あと、まあ、今もう17分。それで、ちょっと待ってくださいね。はい、それでですね、あと3分あればあそこまで行けそうなんですよ、その動物園の横まで。で、あれ、あの辺から根性っとけ。ちょっと待ってくださいね。今ね、ちょうど正面にほら、青い看板が見えませんか。今車がこう、下からこう上がっていくとこ。あそこがね、影原っていう、交差点なんですけど、あそこから降りようかな。あ、それでいいかも。別にあれですよね、動物園がコンチョロンがコンチョロンが まあ関係ないっちゅったあれだけども、根性った時がですよ、いわゆるその、もうその何ですか、渋滞の中にポンって入った時にはもうこう U ターンがですね、難しいですからね。ですから、と言いながらもですね、まあそこの影原まで行ってみましょうかね。だけどあれですよね、そこの影原を過ぎると産業道路に降りるところはないんじゃないけ。もう左行きます。ほら、もうネタがないんです。ネタがないんだけど、一旦ですね、これをね、どうもありがとうございましたーって言うでしょう。そうする、そして、次にまた何け、はーい、今日のスタート時点はね、と言いますとですね、このなんかね、脳がこうトンとやっぱり一旦リセットされると、なんか新しいのがふってこう入ってくるんです。ですから、友達からもよく指摘されるけど、今日お前のその動画の中で一番テンションが高いのは、あいやって、一番最後の「じゃあこの辺でありがとう」でって言った後の「ありがとうございます」いや、なんか解放された。お、もう20分前ですね。あ、そうか。ほんじゃですよ、一旦この辺りでお開きにします。はい、ありがとうございました。